おお、すげえ。全身透明。全身透明のね、カブトムシを捕まえて、おお、すげえ綺麗だ。てかさ、なんか芽吹いてきた。なんかさ、ここ、芽吹いてきた。やっぱパッと見、本物に見えんだ。生きて見えるわ。まあ動かないからな。動かないからずっと見てたら、あ、これ偽物だなって、わかるけど、まあ透明なやつがそもそもいないからさ、バレちゃうけど、そう、パッと見さ、透明なカブトムシ、飼育してるみたいじゃない。これ今、ダンゴムシの飼育ケースにちょっとね、入れてみたんだけど、仮に。これプラモデルなんだよね。ただのカブトムシじゃなくて、なんとね、クリアバージョンである。パッと見パッケージがさ、普通のカブトムシいるからさ、普通だと思いきや、クリアバージョンなんだよね、これ。すごくない？だ、全身透明でできてるから、中身が丸見えというね、カブトムシのプラモデルになっております。自由研究シリーズ、生き物編、カブトムシ2体入り。早速開けて組み立てて、見ましょうか。カブトムシの、わあ、クリアパーツだからすごい見にくい。まるでそこに存在しないような、ステルス迷彩機能搭載のカブトムシ。うお、光学迷彩カブトムシじゃん。ランダムも全部ね、もう、透明。まあ、もちろんのことながらね。全部透明だよ、ほら。あ、でも色、あ、これ台座かな？説明書は1枚だけか。表と裏はプリントされてる。めっちゃ簡単なのかな？組み立て。あ、やっぱ台座だね。あ、ここにシール貼るのか。楽しいだねー。しかもさ、俺、さっきびっくりしたんだけど、読んでて、普通にスルーしたんだけど、って思ったんだけどさ、2体入ってんだ、これ。カブトムシ2体入りって書いてない？ 2 体作れるってことだよね、これね。俺、びっくりした。正直びっくりしたんだよね。同じランナーが2つ入ってるから、やっぱ2体なんだわ。大きさもね、めっちゃでかいと思ったの、俺、これ見た時に。すごいでかくてワクワクしたの。ちっちゃいわ、これ。これ、頭の大きく、こんぐらいだわ。これめちゃくちゃちっちゃい。 マジで、まあ、とりあえず1体組み立てて、見てみましょうか。まあ、ちっちゃくてもクリアパーツだから、迫力あると思うんだよね。ちっちゃくて、おお、これ道具いらないシリーズかな。いや、でも一応、ニッパーで取った方がいいかな。道具いらないシリーズだったとしても、別にニッパー使った方が綺麗に取れるんじゃないかなと思うし。ほんとクリアパーツ見て。すげえ。透明、透明。これは顔の部分だと思うんだよな、おそらくだけど。めっちゃちっちゃいの。もっとこう、待って待って。パッケージ見たらすごいでかく感じない？めちゃくちゃちっちゃいじゃん、これ。すげえ、見て、この触覚。触覚もクリアパーツじゃん。めっちゃ綺麗だね。うわ、これちょっとドキドキ、ちょっとドキドキしてきたわ。やっぱり。クリアパーツっていうのが熱いね、やはり。まずは、ここにね、触覚をつける。だけれども、いや、折れそう、折れそう、折れそう。おお、すげえ、顔ができたな。いや、クリアパーツかっこいいわ。クリアパーツめちゃくちゃかっこいい。で、次、ここ、口の部分。さっきの口じゃなかったのか。これ、胸部のとこか。そうか、こうつくんかな。こうっぽく、あ、違うの、ちょ、待って。組み立てていないと分かったけどさ。家にね、このパーツを、ここに、穴が開いてるの。ちょ、クリアパーツだからすごい見にくいんだけど、ここにね、穴が開いてるので、セッティングすれば、カブトムシの頭、頭部が一応完成なのかな、これ。ガラス細工みたいなカブトムシの頭が、口の部分。目の部分もね、ちょ、わかるかな？ちゃんとあるんだよね、目が。目と触覚と、このカブトムシの角。強調されてる角。すげえ、めっちゃ綺麗だね。で、次が、あー、ここに多分頭つけるんだな、きっと。ここに、頭つけるんじゃないかな。で、このパーツがね、よう分からないんだけど、下からなんか入れるみたいな、こっちからね、入れるみたいな感じで書いてあったから、多分こっちから、しっかりとはめ込めたような、大丈夫だよな。間違ってないね、これ。大丈夫かな？でも、綺麗にはまってるから、間違ってはないと思うんだけれども、あとは、このね、ちょっとね、柔らかい、なんつうのかな？これ。このゴムみたいなパーツもあるんだよね。ここ結構ジョイントとかで使ってる。この V のランナーのパーツは全部ね、このゴムのパーツになってて。で、あとは、これをね、おー、カブトムシだよ！もう、カブトムシだよ！すげえ！カブトムシになった！これもカブトムシのね、頭の部、頭部の部分だもんね、これね。こういうことだよね、きっと。わー、すごいね、これ！でもまだつけないみたいだから、ちょっと保留にしておきましょう。次が、めっちゃでっけえ、なんか、ゴムパーツがある。これ、
今回一番でかいやつかもね、このゴムパーツ。すげえでかい、一番でかいゴムパーツがある。これにあのまたゴムパーツをつけるらしいの。だからこうか、こういう風につけて、もう片一本反対側もこっち側に同じようにつけまして、おおでかいね。でこれをこのままここにね入れるんだって。そしてこの腹部のパーツを完成させ合体すれば、こうか、こうだっていうか、あ違うな、ちょっと待って、ちゃんと差し込まないでね。見えにくい。クリアパーツだからすごい見にくいよね、やっぱね。ジョイントパーツはゴムになってんだ。いや、面白いね、これね。プロモデル。なんか作ってみるとさ、カブトムシのマジ体の構造をさ、理解でき、さらにちょっと感動、あの、ジョイントパーツだけゴムとかさ、あとクリアボディが本当にいいわ。ガラスみたいでマジで綺麗。これを合わせて、あとはつけるだけでいいのかな。おぉ!クリアボディの、すごい綺麗な腹部だね、これ。今できたね、腹部を差し込む前に、ここに、このボールジョイントを差し込んで、で、このままの、こうか。このままの形で、腹部を、差すわけですな。めっちゃちっちゃい!もっとでかいと思った!でもリアルに作り込まれてるわ、ほら。すごいリアルに作り込まれてるね。透明バージョンはかっこいいけど、めっちゃちっちゃくてびっくりした。でもって頭つけて OK らしいもん。こう、頭部をつけて、で、あと目と口の部分だね。この頭部の一番先っぽのパーツ、ここをつけて、うわぁ、めっちゃ綺麗。リアルサイズか。あ、そうか。でも1分の1って書いてた、これ。特に1分の1とは書いてない気がするのだが、あ、ニッパー不要って書いてるわ。ごめん、ニッパー不要だわ。でもニッパー使った方がね、あの、綺麗に取れるから、使った方がいいと思うけど。で、次、羽をつけて、羽は、あそこの穴に入れますと。もう片一方の羽も、あそこの穴に入れて。いやー、ジョイントパーツがゴムでいいね。しっかりはまってくれるわ。ゴムだからさ、これキュッとはめまして、これで完成と。おー、マジ、完全プレデターじゃない。羽も、開く。ちょっと開くかな。ちょっと開くね。すごい、プレデターみたい、マジで。そうだね、最後に足をこのようにつけまして、あと、台座か。シール貼って台座も完成させる。あとね、飛行形態もできるっていうのが。こだわってるよね、飛行形態もできるんだ。いやー、これはね、ちょっとね、想像以上に綺麗だった。想像以上に綺麗だった、これ。そして想像以上に小さかった。もっとでかいのが乗った。でもさ、逆にいいわ。リアルサイズだから、これ。これリアルサイズだ。もうこんなもんだよね、大きさ価値で。ちょっと大きいかな。いや、でもこんなもんだと思うな、カブトムシ。ちょっと大きいかもしんないけど、だいたいリアルサイズだから、いや、いい、本物のクリアパーツみたいな。ステルス迷彩、カブトムシ。攻撃迷彩、カブトムシ。超良くないこれ。あれもちゃんと開くしね。飛行形態もできるし、あとね、台座準備したから、台座にこう、セッティングするとね、こう、標本みたいな。カブトムシっていう、おおすごい良くない。あとはさ、もう一体組み立てて、飛行形態にしてみようか。飛行形態に。あの、2個入ってるの知らなくて、俺。めっちゃビビったんだけど、2個入ってるかね、これ。まあ、組み立てなきゃいけないんだけど、もうワンセット入ってるから、組み立てて、羽をつけるとこんな感じ。これがね、飛行形態。おぉ、すごい。羽も無色透明だからさ、ほん、全身クリア。全身、ステルス迷彩、プレデター。光学迷彩カブトムシじゃん。裏から見て、いや、すごい綺麗じゃない?ほんと、ガラス細工のような綺麗な透明。いやー、これすごい自然界に、こんな、なんか透明なさ、あ、透明っつうか内臓の透けてるカエルとかなら、知ってるけど、こんな透明な生物いないよな、きっとな。これはかっこいいわ。自然界にもいたら面白いよね。ブーン!ブーン!こう飛んでるカブトムシも、飛行形態。まあ、スタンドとかはないんだけどさ、飛行形態、こう、時間も気になっちゃうのだが、再現ができてしまうと。いやー、素晴らしかったね。で、あっちにあの、台座に置いてるやつもいるんだけど、合計2体も入ってるっていうのが、ちょっと、びっくりだったわ。あと、リアルサイズっていうのもね、なかなかの、これサプライズだったら、この箱ビリカリ、すごいでかいって感じない?
めっちゃでかいカブトムシのプラモだろうなと思ったら、すごいちっちゃかった。ということで、今回はカブトムシプラモデルの、組み立てレビュー動画でした。みんなもぜひね、ゲットして。俺、先にクリアから組み立てたんだけど、次回色付きのやつ、あ、その前にクワガタ行こうかな。クワガタ。クワガタもあるんだよね、このシリーズ。でもまあ、先にちょっとカブトの色付きをゲットして、ねえ、並べてみたいね、クリアパーツと。いや、俺でもクリアの方が好みだな。クリアいいわ、これ。俺普通のカブトムシのさ、フィギュアならたくさん持ってるからさ、プラモじゃなくても、でも透明なクリア、全身クリアのは初だからさ、めっちゃ綺麗で、超気に入ったわ。組み立てもすごい簡単で、ただね、この触覚のね、ここだけ注意かな。ここちょ、ほんと折れちゃいそうだからさ、入れるのもちょっと難しいんだよね、コツがいるから、ここだけ注意すれば、あとはもう組み立てすごい簡単だからさ、組み立ても楽しいしね、カブトムシの体の構造も、あ、こここうね、あ、こうなってるんだねっていう風に、そして、完成品がこんなに綺麗っていうね、めっちゃ綺麗じゃない、ほんとガラスみたい、何回も言っちゃうけどね。何回も言っちゃうけど、もうクリスタル、水晶カブトムシって言ってもいいんじゃないかな、俺は。超綺麗だったなぁ。それではまた次回、次の昆虫プラモデルのね、レビュー動画でお会いしましょう。他にもたくさんあったら、タガメとかなぁ。タガメはないんだ、調べた。タガメプラモデルって言ったら出てこなかった。くそー、タガメがあればなぁ、ゲンゴロウとかね、あれば即やったんだけどなぁ。まあ、とりあえずクワガタかカブトムシのノーマルカラーをね、組み立てようと思いますということでね。いや、すごいねぇ。可動もリアルなのがちょっとすごい。感動だよね。カード生きて動いてみたいじゃない、ほら。くねくね、くねくね。いやー、まじ、こういう綺麗な、全身クリアなカブトムシいたらなー。内臓とかも、透けてて見えないのかな。でも内臓入ってないけど、内臓見えちゃうのかな、カエルみたいに。いやー、それもまたグッとくるね。最初ね、予想よくちっちゃくてちょっと残念だったんだけど、逆にもう、よかったわ、このサイズで。リアルサイズでよかったわ。なんかさ、昆虫のさ、飼育ケースが作って入れたらマジで、え、透明なカブト飼ってんだみたいな感じになりそうじゃない？透明なさ、カブトムシ捕まえたって言ってさ、カゴに入れといたらこれ、石わかんないかもしれない。ほんま、それほどね、リアル。すごいリアルに作り込まれてる。